You're listening to Shibuya Cross FM.始まりましたカラフルスタイルクロス、この時間からお送りしていきます。番組のメインパーソナリティを務めるなっちです。あさみです。はい、今週は、あさみの会ということで2人で進行していきます。いや、昨日ようやく28歳になりましたということで、はい、おめでとうございます。もうなんかあっという間だね。でも20歳超えてからがね、まあ、みんなね、早い早いとは言うものの、そのスピード感をさ実際に実感するよ ね。もうね、うん、すぐ30になっちゃうよ何その言い方まあまあ確かにね、だからいい年の重ね方をしたいなとは思うんだけどね、うん、そうね。でまあ先週のラジオ終わって次の日かね、うん、火曜日にあさみがねディズニーランドとシート連れてってくれてね、ねえ、なんか思わぬ2日間はちょっと疲れたねもう4年5年ぶりだったよね。だから柄にもなかったから、そうちょっと大はしゃぎしちゃってね。でもやっぱりあのディズニーの帽子、あのこう全体を覆う、うん、頭全体を覆うタイプのこのミッキーとさミニーの耳ついた帽子があるじゃない、うん、でここの顎の下でキュッと結ぶやつ、うん、アサミがその時さ、ジャケット、うん、もう冬な何ジャケットだあれ、もうフードついてっていう、うん、ここ首の後ろがさ、うん、まあ、私とかほら髪の毛長い長いというかここ下ろしてるからさ、うん、見えるんだよね。だけどアサミ襟がもうここフードがここまで頭の後ろまで来てるからさ、後ろから見たらただのミッキーだったのまあまあ死ぬほどそれ写真撮ってたあれが、ね、結構面白くてね、一日中それで笑ってたけどっていうね。まあなんか本当何歳になってもねディズニーは楽しいなっていう ね、うん、ね、素敵な誕生日ありがとうございました。はい、はい、28歳の抱負とか聞いてくんないの？ああ、どう28歳抱負はいや28歳はまたね、あの仕事の方とかでもねバリバリ頑張って30代までね、うん、そのままの勢いで突入していきたいなと思います。頑張ってください、はい、ということでじゃあ早速番組の方もスタートしていきましょう、はい。この番組は LGBT×〇〇をテーマに、セクシュアリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストさんを迎えしてトークライブをお届けする番組です。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストさんのライフスタイルを通して未来をより明るく、そして明日がもっと楽しくなるようなスパイスをお届けします。 LGBT というのはレズビアンやゲイといった同性愛者の方、男女どちらも愛せるバイセクシャルの方、生まれ持った性別とは違う性別で生きることを望むトランスジェンダーの方など、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージ募集してますので、ぜひ感想ですとかご要望などお気軽にお送りください、はい、メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いします、ツイッターの方でもですね、はい、質問箱を設置してますので、そちらにお気軽に送ってください、はい、番組のスケジュールです、レギュラーコーナー今週の気になるトピックがこの後あります。こちらのコーナーでは LGBT 関連のイベントやセミナー、雑誌ニュースなどさまざまな情報をご紹介します。はい、続きましてゲストコーナークロースフレンズなんですけれども、はい、本日はここの時間を使ってですね、この冬にチェックしたい、映画とかそしてねイベントのご紹介をさせていただきます、はい、楽しみにしててください、はい、LGBT って何とか自分には関係ないって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方にも聞いていただけることでより素敵な人間関係の構築につながっていくと思いますので、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後7時50分までの生放送でお送りいたします。違うたびに振り返る癖がついた。
りした曲はラチエンブラザーズで初恋ストロベリーでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、それでは続いてのコーナーが今週の気になるトピックです。本日ご紹介するのはこちら、はい、2人ママ家庭の息子がアイオワ州上院議員にというニュースです。はいはいはい、海外のニュースね。はい、うん、レズビアン家庭で育ったザク・ウォルス氏が2018年11月6日のアメリカ中間選挙でアイオワ州上院議員に選ばれていたことが分かりました。ウォルス氏はレズビアンカップルを母に持ち、まだ19歳だった大学生の時、アイオワ州の同性婚禁止に反対するスピーチを議会で行って一躍有名になった方です。第37区から州上院選に出馬していた彼はリバタリアン党の、リバタリアン党のカール・クラムベック氏を破り当選しました。喜びの姿と本人によるコメント動画も公開され、その後出版した本マイ・トゥー・マムもベストセラーになっています。ザック・ウォルス氏は自分の家族のように疎外されたり取り残されたり、政治的な標的として使われたりしてきた全ての人のために州上院議員として戦っていく姿勢を表明したそうです。すごいね、なんかね LGBTQ のね、うん、当事者が、うん、あの立候補しましたとかね、ニュースは見たことあるけど、ね、実際にね、あのレズビアンカップルの息子さんとして、息子さん、でもね19歳の時に確かその時もネットでちらっと ね見て、あさみにもね、うんうん、で見て見てっていう結構前だったと思うんだけど、そうだ当選して、でもうすでにね活躍されてるっていうのは、ね、すごいね、なんか嬉しいニュースだね、うん、はい、ありがとうございます。それではじゃあ早速次のコーナーに入っていきたいと思いますので、はい、はい、2曲目をお送りします。次の曲は浜崎カレンで Your Smile。 車から見えるビュー。
りした曲は浜崎カレンで Your Smile でした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷シラックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、いや浜崎カレンさんね、ちょうど先月の29日だったかな、先月末に出ていただいてね、生歌聴かせてもらったんだけど、やっぱなんか元気になれる曲だななんてね思いながら、はい、聴いてました。はい、じゃあ早速ですね、次のコーナーが、本来ならクロスフレンズなんですけれども、今日はですね、この冬にチェックしたい、映画とそしてイベントなどですね、ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ最初にですね映画の方から、ご紹介します。まずはこちら、じゃじゃーん、ボーイイレイズドですね。11月2日の日に大女優ニコール・キッドマンやシンガーのトロイ・シバンが出演する新作映画ボーイイレイズドの予告編が公開されました。アサミアの7万7千って聞いた、この数字って何だと思う？え、何急だけど何この数字は多様な性について理解が進む今もね、なおアメリカにおいて同性愛の強制治療に入れられてる人の数なの。強制治療？そう、何強制治療だから同性愛を治すっていう、治療施設も強制施設っていう、ね、7万7千人入れられてるが、そう、入れられている人の数なんだって。そうなんだ。そうで、同性愛者でいることっていうのは病気でも異常でもないのにね、こう主に今宗教的な理由でかな、こう性的思考を無理やり変えるっていうためにその一部で治療がまだ行われている、だって治療したってね、治んない、ね、治んないよね。なんかこうだって男性がその女性好きっていうのを、じゃあそのね、男性が男性好きに変えてくれとかね、変えないとって言われたって無理なように、それは同じことで、そうで、まさにその強制施設に入れられた子がその今回このね映画題材にされているということで、そうなんだ。そうなんです。で、ストーリーとしては牧師の家庭で生まれ育った主人公のジャレット、ある時から女性ではなく男性に魅力を感じる自分がいることに気づき始めました。でついに両親へ告白することを決意して、で熱心なキリスト教信者である両親は息子がゲイであるという事実を受け入れられるはずがなくて、で代わりにジャレットに同性愛の、強制治療を受けさせることになるというストーリーですね。自分に嘘をつきながら家族の言う通り強制治療に通うか、それとも自分に正直になる代わりに家族や友達、そしてこれまで信じてきた神への信仰と縁を切るのかどうかっていう、自分とは一体何者なのか答えを見つけるのに葛藤するジャレットの姿を描く物語です。もうなんかちょっとね、そのストーリーのあらすじ聞いた時からわーっていう辛い、なんかね、同じその、同じというかその同性が好きっていうもの同士と、同士としてというかね、そしてやっぱりこう自分もね、今までいろんな恋愛とか家庭をね、生きてきて今があるから、ね、やっぱりちょっとこう感情移入する部分はね、相当あると思うんだよ ね。でこのボーイレイスドはその原作となった本ボーイレイスドの著書の著者の青春時代を元に作られている作品。あ、そうなんだ。そうなんです。だから深刻な社会問題をねテーマにした内容なんですけれども、それだけじゃなくて出演する豪華なキャスト陣も話題となっていまして、先ほど言ったようにニコール・キッドマンさんとかね、いやすごい豪華なメンバーだなっていう感じなんですけど、ジャレット注目若手俳優のルーカス・ヘッジズ、そしてその母親役を大女優のニコール・キッドマンが演じている、で他にも人気シンガーで自身もゲイであることをカミングアウトしている、トロイ・シバンさんもね、今回の作品で俳優業に挑戦しているということなので、そう、ただですねこの作品、そのチェックしたいとは言ったんですけど、日本での、公開はまだ未定ということで。そうなんだ。そう、でもねかなり注目が集まっている作品なのでね、今後日本で公開してほしいなっていう ね期待を込めてちょっと今日はね紹介させていただきました。いやーもうなんかもうストーリーがね、もうだって強制施設が舞台っていうのがもう無理じゃん、本当に無理じゃんっていう話なんだけど、でもやっぱり宗教とかでそういう風にまだ今もね、その強制すれば治るって思われてるんだなっていう、それが現実としてあるっていうのは辛いな。いやー、それは相当辛いね。しかも家族を切るか、家族とか友達を切るかさ、自分をの嘘ついて嘘ついて生きてか、もう自分のそのね、何気持ちっていうかさ、どっちか選ばないといけないってことでしょ。そうだよね。だからやっぱり正直に生きるか、嘘をついて生きるか。嘘ついて生きるか。
いやー、嘘ついて生きるの辛いなってこう自分だったらねすごく思っちゃう。でもやっぱり家族、まあそうだよね、友人も大事だしっていうその葛藤だよね。いやもうちょっとねこれは本当に見たいなっていう思うので、そうだね、ちょっと見たいね、ぜひ公開していただきたい映画ですね。はい、ということで、じゃあ続いて2作品目をね、はい、ご紹介していきます。次にご紹介するのはこちらです。サタデーナイトチャーチ夢を歌う場所ということで、うん、こちらの映画は2019年来年のですね2月に公開される予定です。こちら海外の映画祭で数々の観客賞やそして優秀賞に輝いた注目作です。でサタデーナイトチャーチというね、放題がサタデーナイトチャーチ夢を歌う場所としてね、うん、来年より全国公開されることが決定しました。はい、でこちらのストーリーとしましては、アメリカ・ニューヨークを舞台にですねミュージカルタッチで描かれる本作なんですけれども、父親の死をきっかけに美しくなりたいという思いを抑えきれなくなった青年ユリシーズの物語です。彼はストリートで出会ったトランスジェンダーのグループからサタデーナイトチャーチ、まあ、土曜の夜の教会っていう意味なんだけど、に誘われます。そこは静かで厳格な昼間の教会とは異なって、ダンスや音楽を楽しみながら同じ境遇の仲間と語らう場所でした。学校でもいじめられ、そして家でも孤立をしていたユリシーズは次第に自身を解放していくんだけれども、ある日家族にハイヒールを見つけられてしまい、家を追い出されることになってしまうんですね。家族でさえ自分のことを理解してくれない、そういった孤独感や家出などの辛い現実の一方で、土曜の夜の教会でのね、新たな仲間との出会いだったり、恋愛模様というのが描かれていきます。物語が進む中で現実逃避をするかのようにミュージカル調に歌い上げる空想も同調してこう増えていって、教会で出会う仲間たちにまで広がっていきます。で彼らのダークな人生の中に光が差した瞬間というのをミュージカルタッチで描いているのも また見どころの一つということですね。ボランティアを務めていた教会での実体験と綿密なリサーチをもとにこの作品を作り上げた監督のデイモン・カーダシさんですねが言ってたのが、虐待を受けたこと、ストリートですね、ストリートで暮らせざるを得なかったことなど、主人公が経験するエピソードは全部事実に基づいていますと明かしています。孤独や初恋などの感情は誰もが経験するものであって、国籍だったり、あと肌の色ですね、セクシャリティの違いなどで関係なく共感できるものなのでということでおっしゃっていたそうです。結果的に誰もがやっぱ共感できる普遍的な映画になったと思っているということもね、おっしゃられてたということですね。いやもうなんか本当こんなにね、クエア映画、いろいろとまた新作が出てきてるんだなっていうのも感じるし、ねえ、やっぱり家族とのこうどうしても確執とかっていう部分も出てきてしまう ね、やっぱりそこはまた LGBT の問題の家族問題の一つでもあるし、やっぱ避けては通れない道なんだなっていう ね、それをそうだね、このユリシーズの物語としてね、見ることでやっぱ、LGBT 当事者であってもそうではなくても、やっぱりこう人生っていう部分でいろんなことあるよねって共感できるようなね作品だと思うので、ぜひこちらもチェックしていただきたいなと。これは2月だっけ。そうですね、2月か、来年の2月から順次公開されていくということです。本作でですね、ユリシーズを演じたのはブロードウェイの若手俳優ルカ・カインさん、友人役として海外ドラマポーズの MJ ロドリゲスが出演しているほか、トランスジェンダーの俳優たちも起用されているということです。そうなんだ。そう、サタデーナイトチャーチ夢を歌う場所は、来年の、ね、2月22日より東京、東京の新宿ピカデリーほか全国で、公開予定ということで、順次公開されていくと思いますので、またね来年年明けてからの、情報をお楽しみにしててください。見たいね、これも、これも見たいね。本当なんかこんないっぱいね出てくると、うちら見たのってチョコレートドーナツだとか、本当にまだごくごく一部でしかないんだけど、やっぱね映画ってその、それがね実際にの実話に基づいたものであるのも結構多いんだけど、そうじゃなくてもやっぱりこう生きてる中での大変だなって思いとか、すごいこの気持ち誰かに分かってほしいって、理解してほしいって思 こう人間同士のやり取りとかってすごくこう胸を打たれるものがあるし、でその主人公の選択だったりがさ、自分の人生にもね生きてくるものとかってあるから、もう映画ねもう最高だね。ね、いやち
ちょっと見たいものがねどん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 増えていくんですけど、うん、最後ですね、はい、映画の3作品目こちらです。はい、私は私ですね、オーバーザレインボーです。こちらの同作なんですけども、はいはい、女優の東千鶴さんがプロデュースを務めた作品です。で、東さんはこれまでもマゼコゼの社会を目指す一般社団法人ゲットインタッチの代表として LGBT の問題にも取り組んでこられてね、うん、あの有名な方ですね、うんうん、でそんな東さん自身がですね今回の作品ではインタビュアーとなって著名人から一般の LGBT の方総勢も含め、うん、総勢ですね50人の方のインタビューをしまして、うん、LGBT 史そして人権制度の、ですね、愛することマイノリティとしての苦悩葛藤などもう様々なことをもうセキララに書き出したドキュメンタリー作品ということで、映画の中ではゲイ雑誌バディそして G メンを創刊した伝説の編集者、うん、長谷川博文さんの独白からスタートしてドラグクイーンの姿に扮した、ね、長谷川さんがあなたはご存知ないかもしれませんが私の血にはあのエイズを引き起こす HIV が混ざっておりますのと語り出す。そこからスタートしていくですね、見る人の心を揺さぶる圧巻のパフォーマンスを軸に私を生きたいと願う LGBT の当事者の方のリアルな声を紡いだ珠玉のドキュメンタリーということです。ねえ相当リアルだね。すごいリアル、もう本当にもう全部インタビューを東さんがされてう、ね、もう50人の方の生き様だったり葛藤っていうのがもう本当リアルに描かれています。で同性のパートナーとともに人生を歩むカップルからトランスジェンダー、うん、そしてドラグクイーン、うん、春菜さん、ピーターさんなど、うん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 、著名人の方に上るまでね本当50人に及ぶメンバーが出演されているということです。こちらの映画ですね12月22日土曜日から東京中、うん、東中野にあるポレポレ東中野にて1週間限定で公開、うん、あそうなんだということですね。もう1週間限定ってすごい、いやもうなんかスケジュール頑張って ね合わせないと見に行けないかなって感じなんですけれども、ねうんうんうんね、料金がですね当日一般で1700円、そして、大学生、専門生、シニアの方、まあ、60歳以上の方ですね、うんうん、は1200円、前売り券は1300円という価格で販売されるそうです。ねえ、こちらもうだって50人の人生がそのまま描かれてるわけだからね。すごいこと、いや見てみたいな、ね、実際知ってる方とかもね、そうだね、ね出られてるからちょっとチェックして。レスリーさんもいない？レスリーさんもね、いるね。春菜愛さんとかピーターさんまで、ね、出演されていて、すごいね。いやーこれは要チェックな作品ですね、うん、ちょっとまあ、ね、年末の時期に公開ということなので、うんまあ、結構バタバタする時期かなとは思うんですけれども、ね、ぜひ東中野、でも1週間だからね、そうもうここを見逃したらいつ公開されるか ね、うん、またわからないし、ぜひぜひこの機会にねチェックしてみていただきたいなと、はい、はい、思います。はいですね。それでは、次のコーナーに入っていきたいと思いますが、はい、その前にもう1曲お届けいたします、うん、3曲目はカラフールでスーパーマン。だけがすごいわけじゃなくてさ、君がいるからある日急に出会った偶然を奇跡と呼んで All right good 悲しみに沈んでいた世界を変えた笑顔、太陽のような温かい愛で辛いだけじゃなくてさ、僕がいるからこれからの楽しみを考えて二人で笑う Day and Night ぎゅっと手を強く握って世界へ飛び出そう
りした曲はカラフルでスーパーマンでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けいたします。はい、はい、本日はですねこの冬にチェックした映画&イベントの紹介をさせていただいてます。ですね、はい、続いて、まあ、映画は以上になるんですけれども、はい、続いて、まあ、イベントの紹介に入る前にですね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいてますね。はい、まず1個目ですね、2通来てるんですけど1つ目をご紹介します。はい、お名前がちょっと書いてないんですけれども、地方住みの当事者です。はい、自然な出会いがないんですけれども、なっちさん、あさみさんはどこで知り合ったんですかという質問いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どこで知り合ったんですか？友達の家だね。そうだね、最初は。まあ最初、私それこそもうあれだね、8年ぐらい前に初めて2丁目に行って、ね、でそこで2丁目で知り合った人の家に行ったら、うん、あさみがいたんだよね。そう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 、ね、まあ、なんかみんな友達が集まってご飯食べたりとかして、うん、てでそこで知り合って、うんうんっていう、その時はね、その子と夏美がいい感じだったから、うん、そう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 ね、別にね、恋愛って感じではなかったけど、うん、そう、全くその最初からこう、なんていうのかな、運命の出会いでとかっていうわけではなく、うん、最初はお互いにそのね、別のそうだね、いい感じの人と、まあ、付き合ってる人とでいて、うん、で、まあその半年後ぐらいかなにまた再会して、うん、そこからまあ、そうだね、うん、ご飯食べた時に一気に距離が縮まってっていうのが、うん、私たちの馴れ初めというか、うん、出会いのきっかけですね。うん、ね、まあ、出会いがないっていう地方の方、まあ、地方でもね、どの辺なんだろうって感じなんですけど、うん、どうなのかな、やっぱ普段、まあ、確かに街中歩いてて出会ったりとか、うん、職場で出会うっていうことは、ね、あった？難しいよね。難しい。今までも職場とかそれこそ、そうだな、そうね、職場とかはない。学校が一緒だった子の、あ、でも学校の時は、うん、あの子そうかなとかさ、うんうん、でも別に自分もカミングアウトしてなかったし、その時は、うん、だから、あ、そうっぽいなって思うぐらい別にあえて、でも私は仲いい子には結構言ったりはしてたけど、うん、あ、まあ、でもそうだよね、自然の出会いってやっぱりその、自分のその好きになる、うん、なんかこう、まあね、レズビアンだったら、うん、そのまあ、女の子好きなんだよね、うん、とかってやっぱカミングアウトをどうしてもしないと自然に出会いのきっかけにもならないのかなとはやっぱり思うから、うん、そう思うと、まあそうね、コミュニティに足運んだり、まあ、クラブイベントだったりっていう、でもそれが一番あるかもね、出会いだとね、うん、そうだね、あとはまあインターネットね、今かなり普及してるっていうのもおかしいね、あの掲示板掲示板の時代も、あ、まあ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 、うちらの時代、掲示板だったんだけど、うん、あとはもう最近だとアプリがね、主要になってると思うので、ね、うん、そこでまあやっぱり同じ地域、そうだね、うん、確かに、うん、登録して、まあ、募集かけたりとかっていう風に出会う。でもちょっと怖いとかもないのかな、もう今の子はないのか、そういうの、うん、いや、そんなこともないでしょ、やっぱり怖いって思う人は、うん、絶対いると思うし、ね、だってどんな人が来るんだろうとかさ、そうだね、全然違うような感じの、えっていうさそういうのあるかもしれないじゃん、なんかそうね、だから、まあ、でもどっちにしても自分から出会いを求めに行かない限りはやっぱ出会う、うわ、ちょっと難しいよね、自然に出会うっていう街の姿勢だったら、まずちょっとね、ね、東京だったらね、2丁目とかがね、あるから行けばね、結構あれだけど、うんうんうん、地方の子だとちょっと自然に出会うのは難しいかもしれないよね、うん、そうね、うん、まずは自分から、まあ、インターネットとかアプリ使うなり、うん、やっぱりその地域でコミュニティ探して遊びに行ってみたりっていうね、どんどん友達をまず作っていくところから ね、広げていけば、大事だね、あ、こんばんは、うん、いいのかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあもうせっかくなんでもう1通ね、ご紹介します。はい、ありがとうございます。だってラジオネームみっこさんですね。はい、夏美さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。インスタで拝見しましたが、あさみさんとのラブラブデートににやけてしまいました。
素敵な年になりますようにということでありがとうございます。ありがとうございます。ね、おめでとうメールをまさかいただけるなんてありがとうございます。ね、嬉しいね。まあまあね、ラブラブデートのつもりもそんなになかったんだけどね、うん、まあね、もう8年も一緒にいるやんね、うん、でもなんかそう言われるとさ、ちょっと赤面するよね、うん、そうね、うんうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ早速ですね、もう一曲挟ませていただいて、はい、次のコーナーで、はい、イベントのご紹介していきたいと思います、はい、それでは4曲目です。ミカでマリオネット。ミカでマリオネットでした。午後7時からお送りしておりますカラフルスタイルクロス、渋谷市ダックス1階のスタジオより午後7時50分まで生放送でお届けします。はい、はい、今日ですね、うん、はい、じゃあいよいよイベントのご紹介に移っていきたいと思います。はい、はい、最初にですねご紹介するのはこちらです。じゃん、イヤーインレビュー2018ということで、はい、LGBT ニュースから振り返る2018年のイベントですね。こちら、まあ、今年の主な LGBT 関連ニュースを振り返って LGBT をめぐる社会の動きについて考えるイベントです、はい、こちら12月15日土曜日1時から開催となっております。はい、はい、まあね、ご覧の面々の方々が登壇されるんですけれども、はい、こちらイベントの詳細ですね、このままちょっと読ませていただきます。 LGBT を取り巻く環境は日々刻々と変化しています。特に2018年はお茶の水大女子大へのトランスジェンダー学生の受け入れや東京都で性的指向性自認に関する差別禁止が盛り込まれた条例の施行、そして経済評論家勝間和代さんや日本文学研究者のロバート・キャンベルさんら著名人のカミングアウトなど平等な権利とですね、LGBT の存在の可視化につながる印象的な出来事がいくつもありました。その一方で杉田議員による身長45への寄稿文を発端とした騒動など、まだまだ差別や偏見が日本社会にですね根強く残っているということを実感する年にもなりました。ということで、一般社団法人ファイアではそんな2018年を振り返るためのイベント、イヤーインリビュー2018 LGBT ニュースから振り返る2018年を開催しますということで、活動や研究などさまざまな領域で、はい、すいません失礼しました、さまざまな領域で今年の
ですね、ごめんなさい、失礼しました。仕切り直していきましょう。活動や研究など様々な領域で活躍をされているゲストさんとともに、今年の主な LGBT 関連のニュースを振り返って、 LGBT を取り巻くこれからの社会について考えていく回です。パネルトークの後は登壇者や参加者同士で交流できる時間も用意しているそうです。はい、ということです。ぜひですね、まあ、2018年に起こった出来事を考えながら今後の未来をね、みんなで考えていく会ということですので、参加していただけたらなと思います。はい、はい、改めまして概要です。2015、あ、ごめんなさい、2010、もう今日ダメなんだ、なんかね、どうしたの、どうしたのかな、お酒飲んでるわけじゃないですよ。12月15日土曜日の1時から4時の間に開催をされます。はい、場所はスマートニュース株式会社2階にあるイベントスペースです。はい、定員が100名と大規模な会になってますので、はいはい、参加費ですね、1000円で参加できます。学生においては500円になってます。登壇者が、杉山文乃さんですね、トランスジェンダー活動家として有名な方です。はい、そして神戸市看護大学准教授の藤井博美氏、そして明治大学法学部教授の鈴木健氏、そして世田谷区議会議員の上川綾氏など、はい、豪華な面々をお迎えしての、ね、パネルディスカッションということですので、はい、ぜひ気になる方はイヤーインレビューで検索してみてください。はい、はい、ね、まあ、サミーもあまりこういった会参加したことないんじゃないの、うん、ないない、うん、たまにはね、そう、情報をね、聞きに行って、あ、でも夏美のなんか司会やったやつとかは行ってんじゃん。ああ、そうね。まあまあまあ、いろんなイベント本当にね、盛りだくさんだから、ちょっと今年のね、年末っていうのでね、すごくぴったりのイベントだと思いますので、はい、はい、足運んでいただけたらと思います。そうですね、じゃあ時間がちょっと差し迫ってきてしまったんですが、もう一個最後に紹介したいと思います。はい、じゃじゃん、こちらですね。はい、前日ゲストでしゅんさんがちょうど来たので、タイムリーな情報として、ご紹介します。女性らしさを超える本当の自分に出会うためにということで、メイクの可能性を最大限に、現在トランスジェンダーが生きる中でパス度、まあ、自分の表現する性別がどれくらい周囲から認識されているかっていう度合いなんですけれども、のトピックが最も大きな課題の一つ。そしてトランスジェンダーだけではなく、ほとんど全ての人は他人からどう見られるかとか、自分がどうありたいかと、心の中でですね、葛藤し、日々見た目だったり身体的な特徴と向き合うことがね、多いと思います。このイベントは見た目問題に日々向き合い続ける2人のトランスジェンダー女性の方のお話を聞きながら、自分らしさというものについて考えていく、そんなイベントです。ここでですね、この回ではまあ、実際にメイクをリアルタイムで施しながら、女性のものとされてきたメイクが性別に関わらず人の可能性を広げる存在となるための可能性について、トーク精神をもとに探っていくということです。はい、はい、こちら、まあ、載っている通りですね、西原さつきさん、そしてしゅんさんが、はい、はい、出られます。こちら開催場所が早稲田キャンパス10号館の109の教室になります。途中の入退場も OK ということです。参加費はなんと無料で開催されるということですね。すごいね、無料ってね。ね、うん、で、まあ、申し込み方法は会場に直接来ていただければ申し込めるということですので、はい、気になるという方はぜひですね、はい、このイベントチェックしていただいて、当日足を運んでいただければ大丈夫ですので、はい、はい、チェックしてみてください。はい、ということで、以上ですね、今回、まあ、年末に行われるイベントのご紹介でした。うん、はい、はい、ということで、いや、なんか、まあ、そうね、2018年振り返ってみても、確かにね、うん、思い返してみればそんなにいろんなことがあったんだなーって ね、 そうだね、なんかどんどんこの2015年からの3年間、うん、来年には一体どんな ねことが起きていくんだろうって、すごいワクワクしながら、そうだね、まあ、でもやっぱりまだね、実際にその偏見だったり差別発言とかっていうのを悲しいことにね、有名な方がしてしまうっていうのもまた事実で、うん、でもまあそんなことが起きて、うん、起きた時にどういう風に周りがね、その LGBT の偏見っていうところをこう向きにならずに、うん、こうちゃんと話し合いだったりとかっていう、その建設的なね、理方で理解をね、うん、こう進めていけるかっていうのもね、また課題かなと感じますね。そうだね。じゃあ最後に、私たちの方からでもね、はい、こう、はい、ご紹介があります。じゃあ、あさみ、え、これ紹介してもらっていいですかね。ちょっと恥ずかしいんですけど、私たちが実は載ってるものになります。スタッフさん、画像の方お願いします。
はい、こちらですね、 LGBT と家族の言葉ということで、以前にね、うん、私たちもインタビューをしていただいた LGBT さんの方から、はい、あの出版がついに決定しましたということで、ね、すごいよね。はい、そうですね、こちらがですね、もうかなり近い日になります。11月28日あさっての発売ですね、うん、はい、Amazon や、ローソンチケットなどで予約も受け付けています、うん、こちら、まあ、LGBT といったら、うん、まあ、LGBT 当事者の方のインタビュー、もう人生、ね、そうだね、人生今までのね、セクシャリティだけじゃなくて、その家族構成だったりとか、うん、どんな幼少期だったのかとか、うん、その人の人生をまるまるインタビューされたサイトになります、うん、それが、まあ、ついに書籍化ということで、ね、本当に多くの方がね喜んでるんじゃないかなと思うんですけれども、こちら Amazon でも販売されてますので、うん、定価がいくらなのかな、いくらだっけ、いくらになるかわかんないですけども、あの幸せの形が人の数だけあっていいということで、本当にねそのままここに出られてる下の方にね、こう丸の中に人物、ね、うんうんうん、写真が入っているんですけど、あさみ真ん中にいるんだね私も実は裏面に乗る予定ということで、そうそうそう、はい、のであのまあ私たちの記事も含め、ここに出演というかね、掲載されている当事者のですね、うんうん、まあ、家族とのね、ね、絆とか、ね、そういったところ、ね、すごいよね、読み応えかなりね、セキララの感じで、そうだよね、本当に葛藤した思いとかもそのまま載ってて、まあ、どうやって今この現在があるのか、 そして未来はどういうふうに考えていってるのかっていうところが、本当事細かにね伝わる、はい、もう書籍となってますので、ね、ぜひ楽しみだよ ね購入していただけたらなと思います、はい、私たちも実はまだね完成見てないんで、どんな風になってるのかねすごく楽しみです。 LGBT と家族の言葉、全国の書店でもね、はい、販売されているということですので、販売するんでしょ、販売するということで、はい、販売されているんじゃなくこれからする、うん、28日からですねはい、はい、ということでぜひチェックしていただけたら嬉しいです、はい、お願いします。はい、ということで、はい、あっという間の1時間だったんですけれども、はい、なんか久々だったね2人、そうね、あさみ映画の中でどれが一番気になった、映画、うん、は一番最初のやつかな、あーそうね、なんかその強制施設っていうのはちょっと、はい、ね、結構びっくりだから、いやかなり衝撃的だよね、だって今、まあ、日本にいてっていう、まあ、その住んでる場所も違うんだけれども、日本ってこう表立ってそういった、そうだね、なんだろうな、うん、差別だ、うん、差別、こう暴力事件とかもね、うんうんうん、そんなにないし、こう結構安心して暮らせている、そうだね、自分の生活と比べると本当に、あ、そんなことが現世界であるんだっていうのがもう衝撃的すぎて、うん、だからねちょっとその映画ね一つ一つ見させてもらって、ね、やっぱり自分の中でねこうまた向き合っていきたいなとね、そうだね、本当に思いますね、はい、ということで、今週もお送りしてきましたけれども以上となります。また来週もお楽しみに、はい、またね。